ご覧いただきありがとうございます。ラシタリです。本日ご紹介するのはオールデン1123プレントレースアップブーツアナトミカ別注のシガーコード版となっています。こちらは、レアカラーである、シガーコード版を、採用された、はい、アナトミカ別注のかなりレアモデルですね。はい、まあ、アナトミカの、別注といいますと、まあ、大きな特徴ですとやはりモディファイドラストの採用と、ライニングに中のライニングに、キャンバスの、はい、ライニングが採用されています。今回の、商品もその例外なく、その2点は採用されています。で、レアカラーは、いろいろ、まあ、当店でも、まあ、ウイスキーコードマンだったりとか、まあ、マホガニ、ラベロとかなどなど、まあ、いろいろありますけども、まあ、私個人的には、一番履きやすいカラーといいますとやっぱりシガーコードマンになるかなと思います。色味の合わせもしやすいですし非常に実用的に、履けるかなと思います。はい、でなおかつモディファイドラストでライニングもキャンバスと非常に履き心地も良好な一足でございます。はい、まあ、レアモデルでありますけども本当に実用的に履いていただける、まあ、ガシガシ履いていただけるような一足かなと思います。はい、まあ、ブーツのこの丈もそんなにすごい高いわけでもないので、はい、レーサーアイレットの数もそこまで多くないですし、はい、まあ、脱ぎ履きも、ブーツの中では、まあ、比較的、しやすい方かなと思います。で今回の、商品は、まあ、状態としては、B ランクなんですけども、正直申しますと、もうこれぐらいの方が一番、まあ、履きやすいしすごく、こなれた感が出やすいしともう本当に今一番いい状態じゃないかなと、思うぐらい本当に素晴らしいエイジングをしていると思います。はい、まあ、もちろん小傷とかはありますけどもこのような感じで非常にムラ感とかも、うん、はい、うん、非常に理想的な、色ムラの感じといいますか色の出方といいますか、はい、もうこれ以上ないぐらいの本当に、一言で言うともういい感じというような、感じです。はい、ちょっとなんか言い方がすごく曖昧ですけどもまあ、これは本当に実物で見てほしいなって思うような、一足ですね。はい、こちらも、はい、このような感じで小傷とかはやっぱりもちろんありますけども、まあ、それがもう味というもう具合に仕上がっている、一足ですね。はい、まあ、とは言ったものの、中の方とかは非常に状態が良くてはい、特にこう大きく擦れた箇所とかもちょっとカメラではちょっと見えないと思うんですけども大きく擦れた箇所とか、はい、あとは中底の沈み込みとかも、比較的非常に少ないほんと数ミリまあ一番大きいところで3ミリとかぐらいですかね。もうほんとそれぐらいなのでまだまだガンガン履いていただける一足かなと思います。はい、ソールの方とかも出し縫いのステッチが一部は切れてますけどまだまだこれは履いていただける、ソールですので、はい、確かコルクソールだったかな。はい、これもなかなかあんまりオールデンでは採用率が低いかなと思いますね。はい、レッドウィングとかでは、よくあるんですけども、はい、オールデンではなかなかあまり採用されることの少ない、ソールですね。リフトはフットバランスになっています。はい、で、かかとの減り具合は、半分ぐらいはちょっと減ってるんですけども、はい、こんな感じですね。はい、半分ぐらいは減ってしまっているんですけども、はい、まだまだもうちょっといけるかなっていう感じはあります。はい、なかなかこれは減らないんでね、はい、非常に優秀な、リフトだと思います。で、アッパーは、一応コード版なんですけども、タンの部分が、こちらは、柔らかい、カーフで、してきています。はい、
まあ、こういう感じで本当に、ライニングがない感じでもう1枚で、はい、このように仕上がっていますね。ここの辺りの甲の辺りの足当たりは、はい、こう圧迫感はあまりないかなと思います。で、まあ、まあちょっとした注目ポイントですけども、はい、ここの見えるかな、ちょっと見えないかもしれないですね、はい、ここの部分に、フォーウィンの、スタンプが、はい、ちょっと出ています、はい。まあ、場所によって、アンライニングって感じですね、はい、一番下の方まで行くと、ライニングが、一応かかとの芯材があるところですね、芯材があるところあたりは、ライニングが施されていて、はい、まあ、それ以外のところは、この踏まずの踏まずから後ろぐらいですねは、アンライニングという仕様になっています、はい、結構ちょっと変わった仕様ですね、はい。まあ、普通のオールデンではなかなか見られないようないろいろ別注ポイントがございます、はい。で、あとはこちらがダブルステッチになっていますね。この辺りとかも見えますかね、はい、ダブルステッチになっています。はい、なかなかポイントが高いかなと思います。この辺りも、はい、この辺りもダブルステッチで、まあ、この辺りの切り返しもダブルステッチになっています。こことここもダブルですね。でここもダブルに仕上がっています、はい、という感じでしょうか、はい。であと1点だけちょっと傷はまあところどころあるんですけど、まあ、ここがちょっとあるかなっていう感じですね。なんか何かに当たった傷ですかね、ここの部分が、はい、傷がございますけども、あの履き地のクラックとかではないとは思います。履き地はここからなので、ここまでなので、はい、何かに多分ちょっとスッて当たってしまったような、はい、感じかなと思います。まあ、ここの辺のちょっと軽い傷もそのような線が入っているというか感じなので、はい、それと、まあ、あとは、ここですね。このコバの部分に少し傷があるかなと思います。はい、ここに補修跡がちょっとありますね。この下のコバの部分、はい、にちょっと補修跡がございます。まあ、普通に履いてれば目立たないような、箇所になりますので、実用的には問題はないかなと思います。サイズ感ですけども、こちらが、US の 7E となっています。普通は D-Wiz なんですけども、ちょっと幅の広い E-Wiz ということですので、おおよそモディファイドラストはだいたいバリラストと同じサイズ感ぐらいでか、まあ、ゆったりめに履いてハーフアップぐらいで履かれるみたいな、ことが、まあ、多いかなと思うんですけども、まあ、だいたい、バリラストで US 7.5D あたりを履かれている方が適合するかなと思います。まあ、ブーツですね、夏のソックスを合わせる方ですと、まあ、バリラストで、セブンで測れている方も、まあ、適合するかなといった感じですね。はい、まあ、その前後と、思っていただければと思います。許容範囲は、はい、非常に、広いですので、あまり無理なくも履けますし、はい、まあ、それが本当にモディファイドラストの、いいところかなと思います。あとは、パラーブーツのシャンボードを 7F あたりで測れている方も適合するかなと思います。その他サイズ感にご不安がございましたら、下のコメント欄または当店のオンラインショップからお気軽にお問い合わせいただければと思います。まあ、めったに手に入ることができない、一足ですね。ぜひともこの希少な一足ご検討の方よろしくお願いいたします。失礼いたします。